こんにちは、柴田です。今回はホットトーンのマルチエフェクターアンペロミニを使った感想、良かった点と注意点をお話ししていきたいと思います。今私はマルチどんくらいだろう、20台ぐらい持ってるかもしれないですね。マルチエフェクター大好き人間なんですけれども、ちょっと気になるねマルチエフェクターが千葉管楽器に入ったので、こちら使わせていただきました。中国のブランドですね、ホットトーン。では早速ね、良かった点からお話ししていきましょう。ご覧いただいた通りね、めちゃめちゃ小さい、これがね一番の売りですよね。とにかく場所を取らない、そして操作性がねめちゃめちゃ簡単、もうほぼほぼですね説明書はね見なくて大丈夫だと思います。まあ、近年のマルチエフェクターが、まあ、音が良くて操作性が楽、これはね必須な条件になってきてますよね。まあ、マルチ戦国時代のその中でもこのアンペロに関しましてはですね、アンプ、あとキャビネットのシミュレーター、このあたりはですねズバ抜けていいんじゃないかと思います。まあ、そもそもですねホットトーンは IR の導入早かったですよね。まあ、僕もね IR という存在をですねホットトーンで知ったぐらいなんで、かなりね先駆け的に手掛けてたんじゃないかなと思うんですけれど、それがねさらに進化してるんですよ。もともとはアンプのシミュレーターとキャビのシミュレーター単体でね売ってたんですよ。まあこれが合わさってマルチエフェクターになったと。でもちろんね歪み系エフェクターだったりとか空間系だったりとか、まあ、いろんなものが総合的に入ってかなりお得な価格で手に入れることができるというところで、注目していいマルチエフェクターだと思います。マイクシミュレーターの数も多いし、もちろんですねマイクの位置も変えれます。で空間系もめっちゃ豊富に入ってると。でここいいなと思ったのがタッチパネルのね感度が非常にいいです。タッチパネルのスムーズさは僕が使った中でもかなりトップレベルというか一番良かったですね。でパソコンにも直接させるというところで、かなりコンパクトなんですけれども非常にクオリティ高く使用できるマルチエフェクターだなと思った次第でございます。で注意点としてはですね、気をつけていただきたいところが、まあ、外付けのフットスイッチはまあ必須でしょうね。外付けのスイッチがないとこの2つしかねないんで、パッチ呼び出すのもこれ1個ずつしか進まないんですよ。外付けのスイッチでねグループごと飛ばせるんで、これがあると非常に便利。まあ、ただですねこのスイッチをつけることによってペダルが使えなくなるんじゃないか問題っていうのがあって、エフェクトの中にはねワウとかペダル系入ってるんですよ。でもコントロールを指すところが一つしかないので、これなんか一体型のねやつがあったりするんですかね。同時併用はどうするのかなという問題はあります。で個人的にはですね歪みエフェクターがちょっと物足りないかなっていうのはありました。まあ、ただですねアンプとキャビネットのこのシミュレーターでかなりの組み合わせができるので、まあ、単体の歪みエフェクターはそんなになくてもいいのかなというところではありますけれども、個人的にはもうちょい欲しかったかなっていうのはありますね。画面もねまあまあ大きくて見やすいんですけれども、ただ現在何のエフェクターを使用しているかっていうのを一瞬で見ることはできないんですよ。一つ一つこう押していかないと何を使ってるのかっていうのがこう一瞬ではわからない。その辺はねズームはねうまくできてるなというふうな感じがします。あとマスターのボリュームが小さい問題っていうのがあって、ボリュームがね小さいんですよ。まあその辺はねアンプだったりとかあとパソコンの方でねどうにかできることではあるんですけれども、他のマルチと比べると小さいです。これはねキャビネットシミュレーターのね単体の時からもね僕感じてたことなんで、ちょっと気になったかなと。であとねデザイン性をね結構重んじてる、まあ、重視してるような感じがするので、表につまみが一つもないんですよ。でマスターのボリュームはね側面の方についてはいるんですけれども、タッチパネルがね操作性はめっちゃいいし感度もめっちゃいいんですけど、プラスマイナスをね全てねこれでやんなきゃいけないんですよね。まあ一つでもねつまみがあればもうちょっとね操作性がね良くなってたんじゃないかなというふうな感じはしました。といった感じが私の感想ではあるんですけれども、まあアンプのシミュレーター、キャビネットのシミュレーターとしてはかなり一級品な感じがします。なので家で使う分には非常に便利なマルチエフェクター。
まあ、ライブの時はね、スイッチが少ないんでね、ちょっとね、操作は難しいかなというところではあるんですけれども、まあ、プリセットを作り込んで、それをね、チェンジしていくっていうのでは、全然使えるかなっていうところですかね。